おはようございます。2月24日7時15分の相場解説になります。週が変わりましたので週足を見てみましょうね。週足の方なんですけども、こういうふうに上がっていってるよっていうね、上昇トレンドはお示ししたんですけども、これちょっと、ね、さらにね、ちょっと角度をつけて上がっていくかもしれないですね。こういうふうな感じでここから次のフェーズに入る感じで上昇トレンドなんではないかなと思います。まあそのぐらいしか週足は言えません。で次が、あとデイリーなんですけども、デイリーの方これね、安値切り上げ、高値切り上げで迫ってきてますんで、ここを超えたということは、まあ今までの例から言うとですね、上がってきて下がってもここで推移するような感じになると思います。で次の4時間を見ていきます。4時間あたりからね、かなり見どころがありますけども、 N がねダブルになるって、こう横一線に横ばいになってましたよね。でここで大きく急騰して N で上がっていたと。でもう1個の N がここでかけるんではないかなっていう予測覚えてます、これを言ったのと。もしくはここからヘッド&ショルダーが起きて大きく下落の、このどっちかを私は解説予測を立てていたってことですけども、今のところですね、どちらかというと2つ目の N ができる降参の方が強いかなと思ってます。で1時間の方ですね、主戦場の1時間ではしっかりと取っておきたいんですけども、注目するべきは週が明けて窓を開けたまんま今陽線でぐん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 円安方面にね押していってるんですよね。で、以前お話したのが N の形ですけども、こういう、あ、ちょっと待ってください、こういう N、 すいません、こういう N の形が考えられるよねっていうふうに申し上げましたけども、もっと深くね刻んでますね。これはこういうふうに、あれちょっとすいません、こういうふうなね N の角度があったんですけども、ここまで来てますから、ここまでね、赤いのがここからスタートしてますんで、円安方面にこのままグッとねこれが出て、こういう風な感じですよ。赤いのがこうなりながらこういう風に行くんではないかなっていう風に私は見えますけど、そうすると N の2つ目が完成です。1つ目の N はここですよ。ここで1つ目の N が完成したでしょ。でそのままギザギザを書きながら2つ目の N がここにできるという風に思いますね。高値が切り上がって安値が切り上がるみたいな感じです。まあそういう風にすると週足日足4時間足とこちらのね今書いた安値切り上げ高値切り上げもピタリと一致するし、全ての時間軸が上昇トレンドに向かっているということでいいんじゃないですかね。買いでいきましょう。それでは。